恐怖の回り道は、エドガー・ジー・ウルマー監督による1945年のアメリカ合衆国のフィルムのワール。ニューヨークのナイトクラブでピアニストを務めるアルは、歌手のスーと交際している。しかし、さらなる成功を目指すスーは、彼の元を去り、ロサンゼルスへ渡る。彼女のことを諦めきれないアルは、ヒッチハイクをして西へ向かう。アルはアリゾナ州で、 ハスケルのオープンカーに同乗する。ハスケルの腕には引っかき傷があり、それは女につけられたものなのだという。夜、眠りにつくハスケルに代わって、あるが車を走らせていると、大雨が降り出す。あるは、車の屋根を閉じるために、ハスケルを起こそうとして、助手席のドアを開けるが、ハスケルは地面に倒れ落ちる。心臓発作により息絶えたハスケルを草陰に隠した。あるは、 ハスケルになりすまして旅を続ける。あるはガスステーションに立っていたベラを車に乗せる。しばらく助手席で眠っていたベラは目を覚ますなり、ハスケルはどこにいるのかとあるに問う。ハスケルを引っかいた女とはベラのことだったのである。あるはこれまでの経緯をベラに話すはめとなる。ベラはあるが自分の言いなりにならなければ警察にすべてを話すと彼を脅迫する。 二人は、ハスケル夫妻を名乗り、ロサンゼルスにアパートメントを借りて、共同生活を始める。ハスケルの車を売るために、アルとベラは、中古車店へ行く。アルが、店員に自動車保険のことを聞かれて口ごもっていると、ベラが事務所へ入ってきて、車を売るのは止めたと告げる。ベラは、車の小物入れを開けて、ハスケルの父親が既得であると報じる新聞記事を見つけていたのである。 二人はアパートメントへ戻り、口論を始める。ベラは、アルがハスケルになりすまして、ハスケルの父親の遺産を手に入れるべきだ、と主張する。ハスケルのことを十分に知らないアルは、ベラの提案に反対する。ベラは、アルが窓を開けに行った隙に、電話を抱えて寝室へ閉じこもる。アルは、ドアの下から伸びている、電話線を全力で引っ張り、ベラが警察へ電話するのを止めようとする。 彼は体当たりでドアを開けて寝室へ入るが、電話線で首を締め付けられたベラは、窒息死していた。あるは、ベラの死体をその場に残し、アパートメントを立ち去る。あるが再びヒッチハイクを続けていると、パトカーが彼の前で止まる。警察官の言われるがまま、あるはパトカーに乗り込む。あるを乗せたパトカーは夜道を走り去っていく。アンサウェイジとトムニール本作の撮影は6日間で、 行われた。予算は、ロサンゼルスタイムズによれば2万3000ドルであり、ザ・ニューヨークタイムズによれば3万ドルであった。ロッテントマトズでは、19件のレビューで平均値は8.2点、支持率は100%だった。シカゴトリビューンのマイケル・ウィルミントンは、これまでで最も容赦なく強烈な心理スリラーの一本と本作を表している。ありがとうございます。